どうも。去年に引き続き、今年のお盆も実家には帰らないことにしました。まだ1回目の接種もできていませんからね。まあ、予約を気長に待ちながら生姜焼きを作っていきます。その前に久々にサラダを作ります。トマトとレタス、オリーブオイルと塩で和えた簡単なものですが、美味しくて栄養も取れるため、サラダの中では一番好きです。ちなみに、一番嫌いなのはポテトサラダです。小さい頃からマヨネーズ系統の料理は大嫌いで、さらにジャガイモがマヨネーズの影響で口の中にまとわりついて食べづらかったためダメになりました。なのでわしの動画ではマヨネーズは出てきません。そして玉ねぎは薄切りに、キャベツはざく切りにします。キャベツは本来千切りにするのですが、面倒なのでやめました。肉は適当に三分割してから浮きの調味料で下味をつけます。肉を焼きたいところですが、先にキャベツを炒めます。わしは生キャベツが苦手なので、ごま油で炒めてから付け合わせにします。結構好き嫌いが多いんですよね。生トマトは大丈夫なのにトマトジュースがダメだったり、生リンゴは大丈夫なのに焼きリンゴがダメだったり、状態が変わるだけで嫌いになる食材が結構あります。想像する方はいらっしゃいますでしょうか？炒め終わったら皿に移します。味はつけません。では再びごま油を入れて肉を焼きましょう。平らにならして、焦げ目がつくまで焼きます。焦げ目がついたら全体に火を通します。そして玉ねぎを加えます。あとは焼きムラがなくなれば完成です。さあ、完成しました。実はまた炊飯器のスイッチを押し忘れて、できてから20分以上経過しています。そのせいなのか、べちゃべちゃになっちゃいました。あ、でも味はうまい。生姜の風味もちゃんと残っております。料理に限った話ではないですが、わし、いつも何かをやってるうちに何かを一つ忘れがちなんですよ。さっきまで覚えていたのに、数分後には忘れてあたふた。なかなか治らないんですよね。皆さんも気をつけてくださいね。それでは今回もこの辺で、さようなら。